なんだ、なんだ。緊急通信？やだ、何？え、何がどうなっちゃうの？シルキーヌ主任が大口径ビーム砲の使用を決意したのです。決意？それってすごい武器なの？カウントダウンスタート。なんたってティーストックの主力火器ですからね。敵要塞だって一発ですよ。さあ、ただしさんたちも早く回避を。了解。行くよ、エリナ。うん。ダイヤマト砲みたいな。すごいの出そう。発射まで 30SEC。 主任、エネルギー不完全のためビームの発生率が思わしくありません。これ以上戦闘を長引かせるわけにはいきません。構いません、カウントダウン続行。大丈夫？不完全なんでしょ？爆発したりしない？どうよ。ん？どうなった？やった。やりました。敵要塞完全に沈黙。エネルギー放出反応ゼロ。すごい。助かったのね。なんか光ってる。ん？何か今光が。この反応は敵要塞右翼方面にエネルギーが集中。同じようなことされるんじゃない？やばない？みんな回避して。早く。え、シルキーヌ大丈夫か？やばないやばないやばない、これ眩しいな。ただしさん大丈夫ですか？ただしさん、ああなんとか。あ、よかった。エリナさんもしっかり。大丈夫。もう絶対死ぬと思った。チーフ、今の要塞の攻撃でティーストックが被弾したみたいです。え、そんな。あ、アズさんは？が被弾したって感じか。ティーストーク、ダメです。応答がありません。どうしよう。ただし、あずさ大丈夫かしら。ねえ、ただしったら。敵、やだ、こんな時に。
つけえな。これは避けるやつだ。こんなの早くやっつけちゃってよ。回避する。イーゴロ回避できたみたいね。攻撃、攻撃してもらう。よし、ほい。うわ、イーボールってきた。あ、イーボールを回避する。イーボールはね、攻撃できないんだって。イーボールは回避できたみたいね。攻撃、攻撃してもらう。よし、ほい。ねえ、ティーストークは？ティーストークはどうなっちゃったの？アークエンジェル通信する。エリナ、ただし、アズサは？アズサは？キャティ宴会。ティーストーク、シルキーヌ主任、ダメだわ。やっぱり連絡が取れない。だけどこれからが問題ですね。ティーストークも片翼だけじゃビームを発生させられないでしょうし。ティーストーク、あ、近づいてきたね。ティーストーク、弥生さん、回線普通、ダメか。考える。ティーストーク、シルキーヌさん、弥生さん、アズサ、無事でいてくれよ。今こそディスクセットしてみれば。何か嫌な予感がするな。嫌な予感がするって言っただけだった。もうちょっと考えてみよう。くそー、それにしてももし要塞がもう一回砲撃したりしたら絶対絶命だ。一体どうしたらいいんだ。考える。敵要塞を倒す手段何かないのか。通信する。エリナ、もうどうしたらいいの。キャティ宴会。ティストークのビームと敵要塞の砲撃で敵兵器の機兵がほとんど消滅しています。残念なことに味方も要塞のビームにかなり巻き込まれたようですけど。考える。敵要塞を倒す手段何かないのか。ディスクセットする。もうこうなったらディスクをセットするしかない。本当にセットする。やっぱりやめる。どうすればいいかな。セットしてみようか。よし、一体このディスクには何が。なんだこの表示は。アルティメットウェポン。アルティメットウェポンってひょっとして最終兵器。私だ、ビバーチェだ。ビバーチェ。このディスクはグローリーに搭載されている最終兵器を作動させるためのキーディスクだ。この兵器の効力はグローリーを中心に半径 50km にも達する。半径 50km、 結構広い。量産機に積むには危険が大きすぎる。とてつもないものだ。
もし敵の手に落ちようものなら、その時点で勝敗が決まってしまうだろう。私はあえてこの兵器に関するものをすべて焼き払った。そして搭載をグローリー一機に限ったのだ。グローリーだけに。私も君にだったら安心してこれを任せることができる。なんだ俺？地球の未来は君にかかっている。頼むぞ、マサタだ。父さん宛てだ。じゃあこれは8年前の、父さんがまだ生きている頃のもの。なお、茶道の条件については B 面だ。 B 面がある。 B 面だってさ。軍用のディスクには B 面があるのか。ただしさん、今のはビバーチェ。グローリーにこんな秘密が隠されていたなんて驚きですね。プリンセス B。 ねえ、半径50キロってつまりやっつけられる範囲は100キロでしょ。あの要塞どう安く見積もったってその5倍はあるわよ。じゃあ最終兵器を作動させたとしても、あの要塞は破壊できないってことか。おそらく使用も1回きりでしょうし。じゃあやっぱりあの要塞倒すことなんてできないんじゃない。待ってください、ただしさん、さっきの敵のビームのエネルギーを利用すれば可能かも。どういうこと？ビーム発射直前に要塞の発射口に近づき、エネルギー集中度が最高に達した時、最終兵器を作動させれば要塞を誘爆することができるかもしれませんよ。ビームを利用しようってことか。それ危険すぎるんじゃないの？ただしにもしものことがあったら、私暑さだって無事かどうかわからないのよ。それなのに。ただしさん、私ティーストークへ戻ります。戻ってみんなの無事を確認してきます。チーフ一人じゃ危険です。僕も同行します。円海君はただしさんたちを守ってあげて。じゃあただしさん、わかった、気をつけて。キャティさん、キャティ、あずさのことも頼むわ。はい、それじゃ。通信する。エリナ、ねえ、ただし本当にちょっと危険すぎるんじゃない、さっきの。でもやるしかないじゃん。でも宴会、さっきのやり方で最終兵器を作動させるとして、要塞のエネルギー集中ってどこで見極めんの？僕の方でサーチしたものをゲージにして、ただしさんのモニターに流しますんで、それで判断してください。なんかタイミングがあるな。キャッティ、やはりさっきのビーム砲撃でかなり両兵器の数が減っているようです。まだ一度も敵にぶつかっていません。サウンドオンリーになっちゃった。ティーストーク、ダメか。考える。
うまく最終兵器を作動させたとして、その後フローリーどうなるんだろう。それな、俺生きて帰れるんだろうか。フローリーはどういう状態になるかわかんないね。もうちょっと通信しよう。エリナ、それよりアズサのことが心配だよな。うん、あん、もう心配だらけ。なんだあんって。宴会、本当にさっきのやり方で要塞倒せる？うまくタイミングを測れば倒せるはずです。もし失敗したら？それは失敗です失敗したら失敗です。元も子もない、死ぬってことか。キャティ、やはりさっきのビーム砲撃でかなり両兵器の数が減っているようです。まだ一度も敵にぶつかっていません。考える、うまく最終兵器を作動させたとして、その後グローリーはどうなるんだろう。俺生きて帰れるんだろうか。やってみようか。ディスクをセットする。キャティから預かったディスク、コックピットにあったディスク、預かったディスクをやろう。よし、キャティさんから預かったディスクの B 面をかけてみよう。アテンション、なんだ、どうなった。兵器作動には3つの条件をクリアしてください。条件？正式パイロットとして登録されていること。正式パイロットって1の条件はクリアされています。なんだ、よかった、俺じゃダメなのかと思った。ふう、ニトさんは最終兵器作動パスキーワードを入力してください。キーワードってなんだ。コックピットにあったディスク、グローリーのコックピットにあったディスクの B 面には何が入っているのかな。ちょっとかけてみようか。そのディスクは僕たちが渡したものと違うんじゃないですか。うん、ちょっと気になったもんだから。考えるにしよう。あ、キーワード入力するってあるわ、入れちゃいます。よし、入力してみよう。長、何これ、入れます。あ、これでどうかな。アズサ、キーワード一致、やった、キーワードはアズサだったんだ。すごい、だけどキーワードアズサなんて、ただしよくわかったわね。まあな。よし、次の条件で最後だ。音声によるパイロットの確認。声、パイロットの声って誰の声なんだろう。お父さんじゃない？難しい問題だわね。ただしさん、要塞がまた沈黙しています。もしかするとまた砲撃するつもりなのかも。早くしないと。Make your voice。 ディスクセットしてみようよ。こっち、コックピットにあったディスク、声入ってんじゃない。このディスクかけても仕方がないしな。そうかな。通信する。エリナは誰の声だと思う。やっぱり今のパイロットはただしなんだから、ただしの声じゃないの。じゃあ俺の声入れるよ。
あー、あ、あー、エラー。どう？ダメ、俺の声じゃないや。音声あ、合ってないってさ。宴会、宴会くんの声なんてことはない？それはないと思いますよ。僕は声出した覚えありませんもん。一応照合してみるから声出してくれる？あ、はい。ああ、僕は義宴会です。あ、どうですか？ちょっと待って、エラー。宴会くんの声じゃないや。音声不照合です。そうですか。いや、そりゃそうやろ。キャティ、どうしたんだろう。キャティさんいないって。大丈夫かな。キャティからも声取れない。ダメか。考える。いっぱい考えられるけど、キャティの声。キャティさん、メタルスレイダーから離れてるみたいだもんな。連絡取れなきゃ照合できないや。あずさの声が入ってるな、そういえば。待てよ、父さんが死ぬ時あずさに何でもいいから喋れって言ってたってあずさ話してたよな。それにその後機械いじってたっていうのは、ひょっとしてそれって音声登録をしてたんじゃ。あ、それであのディスク必要なのか。ちょっとこれでセットしてみればいい。コックピットにあったディスク。 A 面。そうだ、思い出した。そういえばこのディスクの A 面にはずいぶん前にいたずらして入っちゃったあずさの声が録音されてるんだった。よし、照合してみよう。はーい、あずさです。お兄ちゃん大好き。 Right?聞けたっぽい。音声を確認。やった、やっぱりあずさの声だったんだ。じゃあ、あの機械いじっててっていうのは音声の登録をしてたっていうことだったのね。条件はすべてクリアされました。ただしさん、要塞右翼へのエネルギー集中が始まりました。急がないと、ビームが発射されたら最後です。Ready your the weapon。 ただしさん、キャティさん大丈夫ですか？ティーストークの様子はどうなんです？よかった、ごめんなさい、連絡が遅れて。ティーストークは負傷者が出ていますが、みんな無事です。あずさは大丈夫です。あずさちゃんにただしさんとエリナさんのことを聞かれたので、二人は必ず帰ってくると言っておきました。キャティさん、これから例の最終兵器を作動させます。シルキューヌ主任にそう伝えといてください。わかりました。ただしさん頑張って。ただしさん、くれぐれもタイミングを外さないように。敵のエネルギー集中度が最高に達した時ですよ。もしそのチャンスを逃がしたら生きて帰れる保証はありません。わかった、宴会くんとエリナは影響範囲から脱出してくれ。そんな、いやよ。ただし私も一緒に行く。ダメだよ、もしものことがあった場合、あずさのことを任せられるのはエリナだけなんだから。宴会くん、エリナを頼む。はい、ただしさん幸運を。エリナさん行きましょう。いやー、ただしー、よし行くぞ。
この右のがエネルギーゲージか。自分で撃つのかな。はい、よし、今だ。勝手に撃ってくれた。エリナさん、エンカイ君、お疲れさ。エリナさん？お兄ちゃんは？アズさん、お兄ちゃんは？一緒じゃないの？お兄ちゃんはどこ？大丈夫よ。ただしは必ず帰ってくる。あの光は？やった。やったわ。お兄ちゃんは？あ。無事でした。あれはグローリーだ。特に何も言わない。ただし、よかった。よかったわね、あずさ。うん。やったね。
でもよかった、こうして無事に家へ帰ってこれて。うん、キャティさんやシルキーヌさんに巡り会えたおかげかな。そうね、でもね、本当に地球を救ったのはただしたちなのよ。お父様とお母様、あずさ、そしてただしの4人でね。ジ・エンド。はい、ありがとうございました。メタルスレイダーグローリーはこれにて終了となります。ファミコンのグラフィックとしてはね、実に評価が高いゲームで、今でもね、ファミコンのソフト自体はすごいプレネがついてるんですけども、いや良かったよ、バーチャルコンソールで落としといて。でもすごいよくできてるよね。まあ最後のちょっとアクションシーンはやり方が最初よく分かんなくて一回なくなってしまったんだけどじゃあね、次は何撮ろうかな。まあ今考え中なんですけども、次回もまたね楽しみにしておいてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。銀なんでした。